きますよ。せーの。Hey, what's up? ゆいです。Today! あ！ごめん、日本語でちょっと話させていただきます。Let me talk in English. あ、じゃないわ。Let me talk Japanese from now. ごめんなさい。はい、本日は日本人の私がフィリピンに行ってびっくり、ってびっくりしちゃったことっていうのを7個まとめてきたので7個に紹介していきたいと思います。じゃあ早速ゴー、アリユイクラブ。ちなみに私の初めてのフィリピンは私が大学1年生の時の夏休み1ヶ月間バコロドに英語を勉強するために行きました。はい、じゃあまず早速一つ目はちょっとトイレに関係するんですけれども、蓋がない、流れない、ティッシュがないというこのトイレお困り3点セットです。そう、これはねちょっとねびっくりしちゃった。日本では公衆トイレでたまに流れなかったりティッシュがなかったりするけど、ほとんどの場合流れるしティッシュはある。流れないティッシュがないっていうのはなかなかない。でフィリピンは正直めちゃくちゃある。すごい頻度で流れないティッシュないっていうのはもう当たり前っていう感じ、大前提っていう感じだった。ティッシュは持った方がいいっていうのと、流れないんだよね。なんかね覚えてるのが、近くに水が入ったバケツがあって、で多分これ流してください、これを使って流してくださいってことなんだろうなと思って流したんだけども、全然流れないわけ。びっくりしちゃうことに、えっと思って、でアリに聞いたら水の量一気に流さないといけないらしい。すごい少ない量をちょろちょろって流しても意味ないんだって。で蓋がない時は私はもう一生懸命空気椅子ですね。ここが便座です、でここがお尻です。こうやって普通つくけどこんな感じ。はい、これはちょっとびっくりしたこと。まあ慣れちゃうけどね人って。次はまたトイレに関することなんだけど、トイレにねシャワーがあるんですよ。絶対なんかホースのシュッってやつ、あれ私何に使うんだろう、お掃除なんかなって思ったんだけども、えお尻ね、ありあり、うん、お尻拭くんだよね。うん、そうだよ。え、でもさ、そしたらさ、ズボンも濡れちゃうじゃん。そんなことないよ。本当に？プロフェッショナルだから。プロフェッショナルなの？びっくりしちゃったよ。日本でいうビデのところの役割を果たすらしい。知らなかったね。アリウィクラブ。あとさ、あれトイレ関係なんだけど、日本の人って多分大多数だと思うんだけど、うんちした後もうお尻拭いて吐いて終わりじゃないですか。だけどフィリピンの方からしたらそれってありえないらしくて、アリーにはめっちゃそれをねえって言われて、フィリピンの人はうんちしたらすぐシャワーに入るらしい。アリーは絶対そう、もううんちするのとシャワーはセット、一つの儀式みたいな。これはちょっとフィリピンのカルチャーなのかちょっとわからないから教えてほしいかも。どう思いますかっていうところですね。はい、3つ目は食べるのが早い。フィリピンの人はとにかく食べるのが早い。もうね喋る暇もなく、ご飯が出てきていただきますしたらもう食べることに集中。日本は基本的にもうちょっとゆっくりで、なんか話すこと喋りながら世間話しながら食べるのを楽しむ、そういうイメージがある。はい、4つ目はスプーンとフォークを使うこと、ご飯の時にね。日本だったらちょっと洋食のレストランでもフォークとナイフ、あとはチョップスティック使って食べるって感じ。でもフィリピンの人ってもうスプーンとフォークで食べるの。そう、あれはねびっくりした、初めて見た時。え、スプーンとフォークでどうやって食べるのって最初思ったんだけど、フォークでスプーンの方に盛り付けてパクって食べるの、あれはねフィリピンだけなんじゃないかなと思ってめちゃくちゃびっくりしました。じゃあ次5個目はバイトが適当ってことです。
これはなんかレストランで運ぶ人もそうだし、洋服屋さんで働いてる人もそうだし、ジプニーとか乗り物を運転する人もそうだし、みんなね、なんかね、すごいレイジーな感じ、適当な感じ。例えばレストランとか で運ぶ人がね、普通に携帯使ってるの、勤務中にだよ、お客さんもいてとか。あと私一番びっくりしたのは、靴屋さんだったかな、なんか大きいモールみたいなところに行って靴屋さんがあって、で私が中の方まで見てたんですね。でそしたらなんか音が聞こえて、うん？と思ってチロって見たら、売っている人がなんか食べてて、ってすすってる音で、で食べながらパッて私と目が合って、でそのまま食べ続けてて、日本だったらありえないから、ありえないっていうか、日本だったらね、まずね、いないんですよ、そういう方が。みんな真面目で、働いてる時はその働いてることをちゃんとやる、ご飯とか食べないし携帯とかもいじらないっていう感じ。でも私は個人的にはフィリピンのそういうちょっとレイジーな感じの方が好き、適当に Take it easy みたいな。なんか日本もそんなに真面目すぎなくてもいいんじゃないかなって個人的には思いますね。アリユイクラブ、次6個目は、豚が丸々1匹普通にマーケットにいる。日本にいたらね、まず丸々1匹の豚を目にすることなんてないから。はい、じゃあ次で最後です。7個目は、朝みんな髪の毛がびちょびちょということです。これはね、何かというと、あの朝シャワーを浴びて、でそのままほぼ乾かさずに、まあ朝早かったのもあるのかな、乾かさないでびちょびちょのまんま来る、学校とかに。これはね、私がフィリピンの語学学校に行ってて、その時のフィリピンの先生がみんなそうだった。だからめちゃくちゃびっくりした。えって、濡れてるじゃんまだみたいな。日本だったらね、髪の毛濡れたまま学校行く子一人もちょっと会ってないかも。でその時の英語の先生に聞いたんだよね。そしたら逆にフィリピンではこれが普通で、まあ、朝髪の毛が濡れてないとシャワー浴びてない人みたいな、不潔かなみたいなっていうイメージを持たれるらしい。それはと思って、そう、あ、違うところだなと思って。アリユイクラブ、はい、ってな感じで今回7個ですね、私がフィリピンに初めて行ってめちゃくちゃびっくりしたことっていうのを紹介していきましたが、いかがでしたでしょうか。またじゃあ次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。